はい、こんにちは、中地です。本日は雑談ラジオやっていきたいと思います。今回はですね、ゲームのリマスターやリメイクについて思うことはありますか、というテーマでやっていきたいと思います。皆さん、いろいろコメントありがとうございます。今回はね、まず冒頭にとあるゲーム知ってるかな、ちょっと知ってるかな、これヘイローって言うんですけどねもう知ってますよね。コンシューマー FPS のもうを作り上げたというか、今まで大昔でもないけどシューティングゲーム FPS 一人称のシューターっていうのは PC でやられていた時代、 Xbox でね、このヘイローシリーズというのが誕生したんですが、コントローラーで快適に遊べる FPS を確立したと言ってもいいんではないでしょうか。このヘイローシリーズのマスターチーフコレクションということで、このね、めちゃめちゃ入ってんだよね、いろいろ。ヘイロー1、2、3、4と。で、僕あんまりね、Xbox 通ってこなかったんで、詳しくは喋れないんですけど、以前ね、友人にこのゲームをギフトしてもらって遊んでいるんですが、めちゃめちゃ面白いんですよ。で、その中でちょっと見てもらいたいのがあるので、2でも始めましょうか。さあ、始まりました。このゲームはもうリメイクかな？リメイクされているんですが、これ今ムービーですね。これタブキーを押しますよ。見てこれ。これもね、リマスターされた版なのかな。ただね、さらにこう作り変えて、今タブキーをこうポン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 押しますよ。見てこれ。すごくない？この元のオリジナル版とかっこいい。了解しました。戦車をありがとう、気が利くのね。レディのご要望には敏感なもんで、ということでムービーをね、今切り替えて遊ぶことが、見ることができたんですけど、こう今ね、こうやって、あ、敵来てますね。これで今戦ってるんですけど、ここでもね、見てこれ、すごくない？タブキーポーンって一発押しで、元のね、オリジナル版、これをオリジナル版って言っていいのかちょっと調べますね。調べて字幕で出しますけど、もしかしたらこれも初代からリマスター入った版なのかもしれない。で、こっちは完全に作り変えてるよね。これがリメイクなのかもしれない。ちょっとその辺の情報曖昧で申し訳ないんですが、この元々のオリジナル版と、この そもそものね、リマスター、リメイク版っていうのを、両方堪能できるってすごくない？で、面白いのがこの銃の音、これオリジナル版、これリメイク版、これすごくない？すごいよねこれ。全然音の迫力が違うし、でもオリジナル版と同じようにさ、オブジェクトが動いてたりして、でこう看板があったりしてね。オリジナル版もね、なんか随分空の表現とかすごい綺麗なんだけど、このリメイクされたこの綺麗さ、ああこれはすごいよね。車の裏一つとってもね、全然違うよね。という感じで今ね、僕はリメイク、リマスターに感動していたというお話です。というよりは、ヘイローのね、リメイク、リマスターに感動しているという感じでしょうか。
はい、ということで改めましてこんにちは、中地です。はい、ということで改めましてこんにちは、中地です。いやー、見ていただきました、冒頭のヘイローマスターチーフコレクション。調べたんですけど、あれでしたね、2はクラシック版とリマスター版、リメイク版との切り替えみたいですね。今回初めて2はこのマスターチーフコレクションでリマスター、リメイクされたようです。関係ないんだけどね、ヘイロー2の BGM がスティーブ・バイがやってるってのを今調べてね、初めて知ってちょっとテンションが上がっております。ちゃんと聞かなきゃと思って、はい、そんなところでお話ししていきたいと思います。今回は僕自身に強い考えがあるわけではないので、皆さんにいただいた、皆さんからいただいたね、コメントを見ながらお話ししていきたいかなと思います。今回はそんなに長くならないかもしれません。それでは、お話ししていきたいと思います。まず1個目、マイケル知恵さんかな、ともえさんかな、ありがとうございます。こんばんは。ゲームのリマスターリメイクの話ですが、 RPG などでストーリーのテーマの根幹に関わる部分に改変が入るのは苦手です。ドラゴンクエスト1のエンディングはファミコンが好きで、竜王から世界の半分をもらうことにすると画面が真っ赤になって強制終了するしかない状態になります。いかにも世界に対して取り返しのつかないことをしてしまった感が好きでした。以後のリメイクでレベル1に戻る演出も悪くはないですが、勇者個人の問題に、矮小化されている上にやり直すチャンスを与えられているも与えてもらっているようでぬるい印象があります。他にはドラゴンクエスト4のお話もしていただいております。根幹に関わる部分に改変が入るのは苦手ということで、ありがとうございます。僕ね、このテーマをね、最初に投げかけた時にやってしまったなと思ったんですけど、僕ね、リメイクリマスターをね、正直全然やってきてないので同じ気持ちを感じたことがありますっていう言い方ができなくて申し訳ないんですが、 RPG ってさ、結局さ、ストーリーの部分がさ、大前提にあるじゃん、多分ね。まあゲームプレイが楽しくて、ストーリーそうでもないんだけど、なんかゲームプレイは楽しいっていうのももちろんあると思うんだけど、 RPG っていうのはやっぱり大きなところはストーリーだと思ってて、で僕の中で一個あるのは、バッドエンディングはバッドエンディングとしてちゃんと存在しろって思うんですよ。で、例えばそれが分岐がないゲームでも、このストーリーはバッドエンドで終わらしたいとか、僕が好きなエンディングの中に、まあハッピーエンドちゃんちゃんも結構好きなんですけど、メリーバッドエンドっていうのかな、オープンエンドっていう終わり方って結構好きで、どっちとも言えないみたいな、これ見方によってはバッドだしグッドでもあるみたいなエンディングが好きなんですよ。映画でもゲームでも、なんかこうプレイ終わってエンディング見て、なるほどねみたいな、そういう終わり方すると、こうスタッフロール流れてる最中も、そういう感じで終わるんだったら、いやそうよね、主人公的にはいいよね、主人公的にはいいと思うんだけど、世界的にはどうなんだろうって、引いた目で見たら今のはバットなのかなとか、そういうの考えれる作品ってめちゃめちゃ好きで、なんでまあこの場合はどっちつかずになっちゃうから、そのレベル1になってしまうリメイクでね、レベル1になってしまう演出にもしかしたら近いのかもしれないんだけど、どっちつかずだから、でもなんかそういうエンディングで僕は感動するしないって結構大きくて、最後の終幕までを見たいんですよ、僕は RPG で。でこのリマスターも最後に世界の半分をくれてやるからって言われた時に、はいを選択して真っ赤になった時、プレイヤーが感じたことってたくさんあると思うんですよ。うわ、なんで俺はこんなことしてしまったんだろうみたいな。
リメイクもね、それにしとけばよかったんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんでしょう。なんか意味があったのかな、批判もあったのかな。いやーでもどうなのそう、僕はエンディングはね変えないでほしいですね。懐かしさを感じたくて遊ぶ人もいるだろうし、うん、僕は多分このドラクエのリメイクを遊んでたら分かんなかったと思うんですよね、初代をやってないから。うん、だからやってない人に関してはもしかしたら何も感じないのかもしれないんですけど、そもそものファンっていうのがいて、その人たちに対して、ああなんだよ この演出変えちゃってんじゃんってなっちゃうとちょっと惜しいなって気がしちゃいますよね。はい、ありがとうございます。今ドラゴンクエストのリメイクのお話が出ましたんで、僕もねちょっとお話ししたいんですけど、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストのリマスターなのかな、リメイクなのかな、スマホ版が出たりとか、あとは PS3 とかにね出たりとか DS に出たりとかあるじゃないですか。昔のドット絵の FF やドラクエがリマスターリメイク版で来たりするんですけど、僕がねそのゲームたちに思う違和感っていうのが、なんかねドットを無理やり綺麗にしてるのが僕は苦手なんですよね。あとはウィンドウが、コマンドのウィンドウがあるじゃないですか、あれがバチバチに綺麗で文字がゴシックとかで書かれてると、なんかゲームと UI が分離してるように見えて遊べないんですよ。もっとね、いやせっかく綺麗にしてくれてるところ申し訳ないんだけど、文字もねバキバキにしてほしいんだよね、あのドットの懐かしい感じ。うん、快適さとかそういうのは大事だと思うんですけど、やっぱりね絵とねウィンドウのね差異が見えちゃってね、僕苦手なんですよねあれ。だからすごい毎回こうやろうやろうと思っても、ドット絵のあの古い時代の FF やドラクエ、まあ1だよねとかのリマスター版とかちょっと苦手なんですよね。ここまでリマスターというかリメイクというか HD に持ってこようとする、無理に持ってこようとするんだったらオリジナル版を遊べるようにしてほしいって思っちゃうぐらい。うん、今回はちょっと否定的な話が多くなっちゃうかな。次コメントいきたいと思います。カルボナーラ教さんからいただきました。新作発表かのノリで待っていた時にリマスター出されると若干萎えるかな。原稿がうまくいかない時に殿下の宝刀、過去の英雄にすがる感じがして、どうも長楽館がね、個人的には思い出は思い出のままが一番な気が。ありがとうございます。もう一件紹介します。ジューンさんからいただきました。自分はリメイクとかは正直興味ないです。一度やっていたら内容知ってるし、映像が綺麗になったとかだけならやらないです。ということでありがとうございます。 お二方からいただきました。こうね、個人的には思い出は思い出のままが一番な気がとか、一度やってたら内容知ってるしっていうのが結構共感ポイントというか、僕はそれをこのコメントを見た時に、ああでもその思い出を思い出すためにもう一回やるの良くないって思ったんですけど、やんないことが多いんだよね。 FF の9が僕は大好きなんですけど、FF9 を最初 PS1 で遊んでめちゃめちゃ楽しくて、その後ビータかなんかでバーチャルコンソールとして出たんだよね。バーチャルコンソールは任天堂か、なんつってたっけ、ゲームアーカイブスかで遊んだんですけど、最後までやりませんでした。うわ懐かしいなーっつって最初のね森ぐらいでやめて、でスマホ版は買ってないんだけど、 3DS じゃないや、あのスイッチでも出て、スイッチでもね買ったかな、買いました。で PC 版ってありましたっけ、
PC 版もね買った気がする。結構ねいろんなところでねリマスターリメイクリマスターかな、あれは移植ってほどでもない、ちょっと手加えてるからリマスターでいいと思うんだけど、ストーリー上でねエンカウントなしとか倍速とかお金無限とかいろいろ楽になる機能を追加しつつリマスターとして絵はね多少パキッとさせて出してくれて、いろんなプラットフォームで遊べるようになって、でいろんなプラットフォームで買って最後までやってないんだよね。初代の PS 版以来クリアしてないね。ああ、FF12 もそう。 FF12 はでもこれまたちょっと悔しい話で、初代や PS4 でも買いました。最初が PS2 ですね、あのゲームは。で PS4 版を買ったんですけど、4版は続かなくて、どうしようかなって思ってたらスイッチ版が出たんですけど、スイッチ版はあのジョブの選択のやり直しができるっていう設定が入ってて、あのゲーム主人公にジョブを決められるんですけど、これとこれってこう決めちゃうと変えらんないんですよね。変えらんなかったかな、変えらんないよね。でなんかスイッチ版はできるみたいになったんだよね。後々 PS4 版もできるようになったのかわかんないんだけど、何それと思って変えらんなくても別に僕はいいかなと思ってたんですけど、なんだろう、絶対的にこの組み合わせでやりたいっていうのがあんまり僕の中でなかったから、いろいろ切り替えられたらいいかなと思って、スイッチ版も買ったんだよね、セールかなんかの時に。でもやってないんだよね。このね、そう、映像が綺麗になったとかだけではやらないですっていうのね、僕もね、もしかしたらそうなのかもしれないなっていう。なんかね、まあだいぶ昔のものって忘れてるから、遊んだらね思い出しながら、ああはい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 っつって楽しいんだと思うんだけど、なんかねコレクションっていう欲で持っちゃってるだけなのかな。やっぱりさ、どんどん今時代が進んでくる中でスイッチにはまあまあ来てるんだけど、 PS とかって今ゲームアーカイブスやらないでしょ。で 3DS も生産が終了しちゃって、僕の大好きなハード 3DS 大好きなんですよ僕。 3DS がめちゃめちゃ好きで、あれもでも今ね終わっちゃったでしょ生産が。でバーチャルコンソールどうすんねんっていう話、昔のゲームやりたいやつおるっていうことだと思うんですよ多分。あんまり展開しないのは正直マネタイズができない労力に対してってことなのかなとは思うんですけど、昔のゲームがどんどんできなくなっちゃうと、やっぱりそういうね、デジタルで配信してくれる今の時代のものを買っておくとちょっと安心するというか、そういう意味合いで僕は買っちゃってる気がしますね。なんかもう一回最後まで遊びたいから買ってるって感じがあんまりなくて、そんな感じですありがとうございます。次にフロートウォーターメロンさんからいただきました、ありがとうございます。少し省略してお話しさせていただきますが、リマスターやリメイクに関してはそれぞれの需要があると思うので良し悪しを感じるところはあまりありませんが、リマスターやリメイクを楽しんでいる人々の輪にわざわざ出向いて、こんなリマスターならいらなかったと叫ぶ層が一定数いるのは残念だなと思います。批判意見が目立つのはゲーム全般に言えることですが、リマスターやリメイクに関してはリマスターリメイクであるという理由で叩かれる傾向があるように感じます。はい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 、なるほど、ありがとうございます。リマスターリメイクであるという理由で戦いじゃん。もうリマスターとかリメイクって聞くとうっ、ってすごい声を荒げて怒る方も一定数いるとは思うんですよね。目にしますよね。で個人的には
例えば最近遊んだリマスターで僕が、ああ懐かしいなって思ったのはリメイクだね。リメイクで懐かしいなと思ったのはゼルダの伝説夢を見る島。うん、まあ最近リマスター遊んでなかったっていうのもあるんだけど、それをやった時に昔はドットだったんですよ。で今回のその夢を見る島はトゥーンリンクとも言えない、なんかね不思議なまた新しいパターンの見た目のゼルダで、で僕そこはちょっと、いやまあ今さら見下ろしのドットでねゼルダやれって言われたらうーんってなるけど、僕個人としてはああもう見た目だいぶ変えたなっていう気がして、でもいざ遊んでみると全然夢を見る島そのままですごく楽しかったんですよ。でもうノスタルジーに浸りまくって、僕はねゲームボーイカラーにね夢を見る島を刺したまま公園で遊んでたらねゲームボーイパクられたんで、もし聞いてたら、おいもし聞いてたら返しに来いよ聞いてねえか、聞いてねえかな。あのねでもう親に土下座してもう一回だけ買ってくださいお願いしますっつって、もう二度と外には持っていきませんっつって夢を見る島をねもう一回買ってもらったことがあるぐらい好きだったんですよ。うん、 RPG なのにね今思えばもったいないよね。そのずっと長く遊ぶゲームってね RPG かなって気しちゃうんだけど、しかもねそんな長くないしね夢を見る島は。うん、でねやっぱ夢を見る島めちゃめちゃ楽しかったんですよ。うん、でやっぱノスタルジーに浸れるってね結構気持ちいいことではあるんですよ。で僕が思ったのはなんだろう、さっき話した FF やドラクエのリマスターで2度目をねクリアまでやっていけないっていう気持ちってここなのかなと思うんですけど、ゼルダの伝説夢を見る島はゲームのストーリーや流れ方って全く一緒だったんですけど、がっつり見た目が変わったんですよ。うん、まあ見下ろしってだけでそんなに雰囲気は変わってないんだけど、それにしてもね可愛いミニチュアのような世界で描かれていてすごく新鮮味があったんですよね。懐かしいんだけどすごく新鮮味を感じる。うん、で FF やドラクエにはそれを感じなかったんですよ。まあドラクエはやったことないので分かんないんですけど、 FF のね HD リマスターとかって言われてもちょっとパキッとしたなっていうぐらいで、その点で言うとファイナルファンタジー7リメイクは僕は最高にいいと思います。うん、ストーリー部分とかは分かんないんだけど、あのまだちゃんとやってないんで、あとあれ3部作になるんでどういう終わり方をするかっていうのは原作に忠実にいくのかマルチのエンディングにするのかとかは分かんないんですけど、僕が思うに元々の見た目とかグラフィックとかを大きく変更して今時にしちゃってもいいんじゃないかなって思っています。 FF7 はまさにそんな感じですよね。あれはちょっとコマンドっていうバトルの部分もアクションに切り替えてさらに最近のゲームに馴染むように作り変えられてはいるんですけど、大きくね見た目を変える、さすがにゲーム性まで変えられちゃうともうこれは新規 IP というか IP の名を借りただけのね、別にリマスターでもリメイクでも何でもないじゃんになっちゃうから、大元の部分は崩さずに見た目をねガラッと変えてくれるのは嬉しいなと思います。僕がおってなるリマスターリメイクはそういうものなのかなっていう気がしています。ただそこで今回のコメントですけど、やっぱり大きく改変してしまうとこんなリマスターならいらない、リメイクならいらないってなっちゃう方もいるんじゃないかなって。だから難しいよね、ファンを喜ばすために作るのか。でもねファンを喜ばすために作るっていうのも難しいよね。
例えばだけど10年前に出たゲームがあったとして、今ってゲームを遊ぶ人ってめちゃめちゃ増えてて、でその頃の人のファンの要望を 100% 聞いたゲームを今出すって多分もうね古臭く感じちゃうと思うんだよね。いやそんなこと言ってるけど、うん、古臭く見えちゃうんじゃないかなって僕は思うんですよ。うん、で僕そんなにリメイクとかねリマスターとかやらないって言ったんですけど、今回冒頭にもあったヘイローマスターチーフコレクション、これもね友人にプレゼントしてもらわなかったりやってなかったと思うんだけど、そこでね初めてわおもろいこの作品のことを知れた嬉しさみたいな、あやっぱすごいんだなってわかるし、あのゲームはちょっと特殊なんだけどオリジナル版もボタン一つで比べることができて、うわ当時はこんなグラフィックだったのかっていう気持ちもありつつ、いや今のグラフィックはすごいな、切り替えて昔の見ました、うわこんな表現だったの、こんなペラペラな床だったんだとかって思うのも面白いし、反面えこの時代にこんな水の表現できたのとか、うわ空の雲の感じ全然綺麗じゃん昔のもとか、そういう見比べ方もできたから、うん、何の話してんだっけ、うん、すごくねいいリメイクリマスターなんじゃないかなって、ヘイローは全てのねリメイクリマスターがそうなればいいって思うぐらい、うん、昔はこんなんだったってのが分かるとね嬉しいっていうのは、昔をやったことがないんですよ僕は、ヘイローの、うん、オリジナル版を、だからねどっちもテンションが上がる、オリジナル版こんなんだったのかって、あれ切り替えるとリアルタイムで音源も変わるんですよ、オーケストラの曲とかが再収録されたものが流れてきたりして、すごいよねあれ、うん、そう何の話してるか分かんなくなっちゃったけど、うん、リメイクリマスターってでまあこう商業的ってよく言われるよね、リメイクリマスターって人気の IP を掘り返して遊べるようにして、でまあ一定数売れるでしょっていう風にも思われがちだと思うんですけど、それでいいんじゃないかなって僕はうん思います。売れたらその会社にお金が入るわけでしょ、で新規 IP を作るお金に変わっていくかもしれないし、うん、だその辺のね感じはいいんじゃないかなっていうか、難しいよねあのこの辺の話は、僕がアマちゃんなだけかもしれないんだけど、なんたらかんたら商法ってよく言われるけどあんま言いたくないんだけど怒られそうで、全ての世の中のものには何かしらの商法がついてんじゃねって思っちゃうから、うん、別にいいんじゃないかなって思います。お金稼ぎって言われちゃうとは思うんだけど、お金稼ぎじゃない、まあお金稼ぎが一番頭に来てるものではないと思うんですよ、こういうものって。ゲームってそもそもこういう表現をしたいです、こういうのを作りたいです、で売れたい売りたいっていう感じだから、うん、それがリマスターリメイクだとちょっと前に出てきてるように見えちゃうってことだよねきっと、うん、その気持ちはねめちゃめちゃわかるんですけど、うん、なんかねすっげえ怒ってる人とか見ると、なんかブログとかをねいろいろ拝見してると、やっぱりその良くないよねって、リメイクとかリマスターで金稼ぎしやがってみたいな、いいじゃん売れんだから需要があるってことでしょ、売れるってのはって僕は思っちゃう。うん、今後もねいろんなゲームがリメイクリマスターされ続けていくと思うんですけど、もうほんと最近はでも多いよね、だね落胆する気持ちもね僕もわかります、コメントにもありましたけど、あーリメイクかーってリマスターかーってなるのね、わかります。なんか発表会とか見てて、え？なんか半分ぐらいリメイクじゃなかった？とかなるとね
ちょっと残念だなって。 FF のリメイクとかはちょっとテンション上がったけどね。うん、やっぱりめちゃめちゃ綺麗だったから映像美だけで持ってかれた感じはしたんですけど、僕が生きている間にはね、どのぐらいゲームが発展していくのかわからないですけど、まあ僕が小学校とか中学校高校学生時代ぐらいの時が64とかスーファミとか PS2 とかその辺がこうポン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 出てきて、ドット絵から 3D になって、映像も SD から HD になってっていう狭間を見れたっていうのはすごく嬉しいことだと思うんですよ。で、今後のゲームってどうなっていくんだろうって、ファイナルファンタジー32がさ、例えば2040年に出たとするよ。で、10年後の2050年にファイナルファンタジー32、俺いくつって言った、わかんなくなっちゃった。そのもうさ、だんだんさ、頭打ちになってきて、まあ 4K、8K 当たり前ですけどみたいな時代は来ると思うんだよね、きっと。ゲームの世界では。で、8K 出力までしかできなかったファイナルファンタジー32が、ついに 16K 対応で、新しいビジュアルでリマスターされますとか、あるのかもしれないんだけど、なんか今だけなのかな、この感動はって気は若干しますよね。スーファミとか PS1 のポリゴンのゲームとか、そういうのが今の時代の 3D に置き換わってリマスターされる。僕はね、オリジナル版が割とね、やりたいって思っちゃう。良くないんだけど、あんまり良くないと思うんだけど、割とその辺は懐疑な人間なんで、スーファミ掘り出してきて、スーファミのカセットガチャってやって、実際にスーファミのコントローラー握って遊んで、うわ、当時はこんな感じのグラフィックで、でもこんな面白いことできたんだな、すごいなとか遊ぶのが好きなんだけど、これがさ、もう今やもうね、120フレームいけます、 8K、 4K 出力できます。今 PS と XBOX はあれ 4K はもう当たり前なんだっけ。でフレームレートもね、120までいったりして、今後のリマスターリメイクはどうなの。リメイクはありそうだけどね、なんかもう大きな感動のあるリメイクリマスターってないんじゃないかな、今後は。今後っていうか、僕らが生きている間は多分あると思うんだけど、これが50年100年先になった時に、ゲームのリマスターやリメイクってどういうことってなりそうじゃない、なんないかな。移植で済みそうだよね、これ以上綺麗になってっても。綺麗にも限界があるからさ、もう綺麗じゃないなんか、いやでもそう思っててもすごいものが出てくるんですよね、次々と。残念だったけど、いろんな評価で残念になっちゃったけど、サイバーパック2077も僕はちょっと一個上の時代、オープンワールドの一個上の時代来たなと思ったんですよ。で、実際遊んでもそう感じました。まあグラフィックだけの面で言うとね、ゲームプレイは別に普通だなって、面白いんだけど普通だなと思ったんですけど、見た目ビジュアルの面では、あ、ちょっと一個上行ったみたいな、そういうのあるじゃないですか。PS3 を遊んでた時も、もうこれ以上はないだろうと思ってた時に、僕はラストオブアスでドギボを抜かれたんで、わ、なんか何このゲームって、 PS3 で動くんこんなんがっていうのがあったんで、どんな時代に行っても、うわ、この感じちょっとやばい、一時代進んだみたいなゲームが今後もあるんだろうけど、どうなんでしょうね、50年後100年後のリメイクリマスター事情は。はい、そんなところで今回はこの辺で終わりにしようかな。あんまりたくさんのお話できなくてすいません。僕がね、この辺に対して教養とかね、
喋りたいことがあんまりなかったのにテーマにしてしまったところが今回の反省点です。ごめんなさい。で、次回のテーマはまだ決めていません。もし皆さんにこう問いかけたいものがあればコミュニティの方で書き込ませていただきますので、そちらをチェックしていただけるとありがたいです。で、今回もし、コメントを書いていただけるようでしたら、今回の動画の感想と、なんか皆様からの質問とか、いやまあおこがましいよね、質問とか言うのおこがましいんだけど、こういうことについてこう思ってます、お前はどう？みたいな質問をしてくれると嬉しいです。それに対してお話ができたりもするかなと思いますので、ぜひ皆さんが思ってるゲームのあれこれを書いていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。